本日お話を伺って、撮影してる場所はここですね、テラベ海水浴場にあるハズフォルニアビーチハウスです。これかっこいいんだよね、この T シャツちょっと欲しい。で今ね、店主のね達郎さんがね帰ってきたんで、ね、ちょっと話伺っていいかな。そうね、レンタルサップとかもいろいろやってるよ、カヤックもあるんで、ナイスミドルの方がねご飯作ってくれてるんでね、ぜひ遊びに来てください。ランチこんな感じ、ランチとモーニングなどやっております。はい、じゃあ第2部収録します。お茶いただいてありがたい。あとさっきは大体その第1部は藤野さんの考え、藤野さんがいつも公園で話してるような内容になるんですかね。そうですね、まあまあ、そうかな、まあ、働き方って生き方そのものだから、うん、僕は自分が経験してきた話をしてるわけで、うんうん、そういうのをしてますね。ね、すげえ生き生きしてた。喋り、どうしたなと思いながら。いや、星がこれから今そういう話聞いて、はい、うん、なんかどういう風に働いていきたいとか、うん、どういう風に生きていきたいのかみたいなのをちょっと興味あるんですけど。あ、はい、ありがとうございます。僕がどういう風に生きていきたいかっていうのはね、まあ今ちょっと休憩中に、まあ、重たい話もねいろいろ聞いてたんですけれど、ちょっと真面目に生きてた時期がすごくあって、だからその世界を何とかしなきゃって真剣に思った時期がやっぱあるんですよ。で、僕の場合環境を良くしたいっていうのがあったんですけど、究極は人間がいなくなるのが一番いいっていう結論にさせちゃって、高校生ぐらいの時に、うん、切ない結論、切ない結論です。でもそういうわけにもいかんからどうしようかって考えてきて、まあやっぱりこう、なんていうのかな、一人でも多くの人が豊かに幸せに生きられる世界にしたらいいんじゃないかと思って、だから僕がどういうふうに仕事をして生きていきたいかって言ったら、なんかのんびりと魚釣りして、美味しいものを自分で作って育てて食べて、で気ままに生きて、で何も気負うことなく安らかに死んでいきたい。そう。究極だけど。そう、でも人生フルーツっていう映画でちょうど昨日たまたま見てたんですけど、その中のおじいちゃんのね、亡くなり方が本当理想的で、90歳で亡くなったんです、90歳くらいかな、亡くなったんですけど、庭の草むしりをして、で昼寝したらそのまま起きることがなかったっていう亡くなり方なんです。これだと思って、そういう風に生きて死んでいきたいなと思ってます。今の話聞いてちょっと思い出すのは、アマゾン川で魚釣りをしている、はい、まあ漁師の名人で、そこになんかアメリカから来たビジネスマンが来て、お前魚取るの上手なんだからもっとたくさん取れ、もっとたくさん取ると何がいいことあるんだって、もっとたくさん取るとお金がいっぱい入る、お金がいっぱい入ると何が入るんだって、そうするとお前は人を雇わなくて済む、あ、自分でやらなくて済む、人を雇えばいい、人を雇ったら自分が休んだら何がいいことあるんだ、毎日毎日ボケと魚釣りができる、いやそれ今俺やってんだけどね、そう、笑い話ですね。あるよね、でもあれはある意味その今のそうカービィが言ってたことを表してるというか、ね、いや、ほんとそうなんですよ。僕も正直なんだ、20代の頃にちょっとそのなんだ、お金からの解放っていうのかな、その経済的自由ってものに憧れた時期がありまして、で、その時考えたのは、そのお金が自由になれば僕村づくりやりたいって思ったんですよ。そのなんていうかな、畑やってその自給自足的な生活やりたいって思って、そのためにお金が必要だっていう風に考えがいっちゃってて、でお金を稼ごうっていう方で頑張ったんですけど、何のことはない、最初からこっちに来りゃいいかったっていう、うん、今はそう、今はだからその自分の好きなことをやって、でそれで人に楽しんでもらいながらお金をいただいて生きてます。あの稼ぐために働くじゃなくて、好きなことやってたら後から結果お金がついてくるみたいな。そうですね、まあそこまで綺麗な話じゃないけど、大体そっち側になってきてます、うん、まあでもそれはみんなそういう方向にね行くよね、うん、まあ僕の自分の本の中でもさ、キングコングの西村晃さんインタビューしてて、うん、で西村さんって今すごいこうビューンってこうね、そうだけど、なんか煙突町のプペルが出る前、2016年の10月ぐらいに会ってインタビューしたわけよね。でその時にやっぱ聞いた時に、やっぱ彼は起業家だと思ったし、これからの人々が割とその働き方とか生き方っていうことを参考にするロールモデルと思うんだよ。でそれも彼もよく言ってるけど、その貨幣って信用なんだけど、お金って信用なんだけど、なんかお金に振り回されるんじゃなくて信用が価値になっていくから、まあ、信用経済みたいな話とかってしてるじゃないですか。なんか多分今こういう番組とか見てる人もさ、多分そっちの世界に行ったらいいのになっても、なかなか今自分はそっち行けないんだけど、実際どうなんだろうみたいなことを思って見てる人もいるかもしれないね。そうですね、そう、
そうだね、その、そっち行きたいけど、なんか結局今までのルーティンを変えるのってすごく怖いじゃないですか、うん、だからこう一歩踏み出せないで、どうしようどうしようっていう方多いんじゃないかなとは思いますね。あと僕がこう今こっちの世界に踏み出すことができたのはまだ若さがあったからかなと思ってます。正直勢いで会社辞めたんで。カビいくつの？あ、僕今36っす、うん、で会社辞めたのが2010年頃なんで何歳だ、うん、27とかです。ああ、いや俺が辞めた頃と一緒だよ。多分その会社4年ぐらいやったんで、でも多分今ぐらいの年齢だと多分難しいと思うんですよ。普通っていう言い方もあれだけど、一般的な言い方してたら就職して、まあ、結婚して子供がいるぐらいの年齢じゃないですか。ここのタイミングでこう稼げるかどうかわからん世界に踏み切るってすごく大変なので、だから、うん、若いうちにこうなんか無茶してよかったなとは今は思います、ね。まあ、カービィがこれからどういう生き方していくのかとか、ね、まあ、またインタビューしてみたいと思います。じゃあここで面白いゲスト行きますか。行きましょうか。オーナータチヤン、タチさん、お願いします。ヨーこの辺に、はい、あ、じゃあちょっと達郎さんです。何の話？これね、YouTube のね、上げる動画で藤野さんがオイラのことを話聞いてくれていて、うん、今撮影しております。おい。で、このハズフォルニアビーチハウスのオーナー、うん、はい、若き経営者として今ちょっと登場してもらったんで。ちょっと軽くちょっと佐藤さんも聞いていいですか。今いくつでしたっけ。今30です。 30? はい。あ、もう20代じゃないんですか。もう違います。今年31。昭和63年ゴリゴリのゆとり世代です。ゆとりか。代表です。俺が小学3年生ぐらいの時から急に土曜日がなくなって、うん、なんかレクリエーションとかいうよくわからない横文字の授業が増えて、僕の時隔週でした。隔週だったでしょ。毎週土曜日休みだった。週休2日、うん、めっちゃ役者世代間ギャップそうか、大きくなったら失敗だったって言われてあれ大人の都合に振り回されてるんですよね。関係ねえぞ。確かに達夫さんのなんかざっとどういう風に生きてきたかを教えてもらって。僕ですか、うん、僕は、まあ、高校の時からずっとイベントの企画とかでずっと15、6からやってて、その時からライブハウスとかクラブとかでいろんなイベントやってたんですけど、で卒業して1年間は工場とかでバイトしてて、で19からワーキングホリデービザ取ってカナダに行ってました。1年ぐらい。その行動力すごいね。でなんかね、でも高校在学中から結構やっぱりイベントやってることでいろんな人に会うから、あ、なるほど、年上の人たちも多くて、はい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 、でそういう人たちが結構やっぱバックパッカーとか多かったんですよ。なるほど。そう、では一回行っとくといいよってずっと言われてたから、うん、なんか大学にその入るにしても志望動機的なところで、うん、そんな4年間も自分が没頭して勉強できるものが高校生のね、うん、経験値じゃ選べきれなくて、うん、だったらまあ一回外国出ていろいろものを見てから、うん、まあ、そういうのも決めたいなって思って、うん、いい話、うん、でそれでまあ大学は行かずに、はいはい、まだ行きたいんですよ、うん、大学行くお金があったら全然海外行けるもんね。全然行ける言うたもんね。全然行ける。親は出してくれない稼げよって言われる。僕も自分で何とか仕事は稼いでましたからね。何年ぐらい海外行ったんですか。海外は今日1年とちょっとぐらいですかね。1年半ぐらい。そのカナダ、うん、カナダ1年で半年間ぐらいはヨーロッパとかで遊んでました、ね。ああ、なんかカナダからヨーロッパ行ったんですか。そう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 。で、日本に戻ったのかが21、うん、こっから何したんですか。そっから、うん、アイランドサーフに、あ、近くのあのカフェウォーシャーの下にカフェウォーシャーのアイランドサーフに入らせてもらって、うん、でそれこそ午前中は農業やって、はいはい、午後は楽天のネットショップの管理してました。あ、とか、アイランドサーフっていうのはあの、いや、サーフショップです、ね、サーフショップ店の、うん、確かにあそこにいましたもんね、前。そう、うん、ずっといました。で、ウォーシャンが始まるっていう形で、うん、はいはい、あ、そうかそうか、まあ、そういう経緯だったんだね。そうです。あのハズ地区にね、カフェオーシャンっていうすごくおしゃれなカフェがあるんですよ。ぜひ調べてみてください。はい、ちょっとブロロティそう、なるほど。それで26ぐらいまでやって、そっから藤野さんと出会った感じですか。藤野さんとはもうちょっと前ぐらいの時に出会ってて、で、26ぐらいの時に、うんうん、じゃあ独立して新しく会社を作ろうっていう話になって、うんうん、で、一緒に共同経営の形でワビサビを立ち上げたっていう感じですね。それが、4年ぐらい前になるの。そう、うん、4期目に入ったので26とかの時か。そうそうそう。この2人は一緒に会社をやってらしたんですよ。で、
だから最初は藤野さんがこうサポートしてるみたいな感じで一緒にやって、そうですね、うん、もう俺の手を離しても大丈夫だなみたいになったもんで、今佐藤さんが一人でそうですねやってるというような感じですね。そう、はい、そう、もう右も左も分かんなかったえ、いきなり株式なのみたいな感じぐらいのところからスタートしてたんで人に恵まれたっていう感じですね。まあ本当そうですね、うん、変な人に出会ったら騙されちゃうもんね。ねえ、お金だけ持ってかれたりする。いやいや、俺は俺今ちょかなりバレないように騙してるでしょそしたらば、今こんなニコニコはできないと思うんですよ。すごい騙してるんですよ。でもそれは僕もオーシャンにお客さんで行って、うん、達郎とアイランドサーフで一緒にこうサップね、やって、うんうん、海の上でこう話してとかで友達になって行ったんだけど、うん、でその達郎がそのオーシャン、ね、本当オーシャン様様なわけじゃない、うん、今こうあることって、うん、で見るとそのずっと達郎がこの十何年間積み重ねてきた、うん、こうね、この前テレビ出て、あ、出てましたね。このお店に誰来たっけ、渡辺直美と、うん、アジアンのババゾノちゃんが来て、うん、で、その二人に、うん、本当にあなたは何もしてないってやるっすよね。そう、もう人とのつながりだけでなんとかやって、いや、もう経営者の鏡じゃない、それ友達が一番の財産だってことを見せてるのが彼だよね。まあ、本当そうです、まあ、やっぱイベントやってると、めちゃくちゃ人と知り合うから、確かに、だからじゃあ新しく出会って、じゃあこの人とこの人つなげると面白いなとか、まあ、そういうアイデアがやっぱりいっぱい出てくる、ね、あ、そう、だから生き方とか何したらいいか分かんなかったら、とにかくいろんな人と会うっていうのはいいですね。うん、まあ、ネットワークビジネスとかの関与気をつけなきゃいけないけど、うん、本物なのか、うん、まあ、そうじゃないのかみたいなのってたくさんの人に会わないと分かんない、ね、会わないと分かんない、うん、逆に会ってると分かるようになってきますね。なんか雰囲気出るもん、本当に。そうそう、あとはもうね、淡くなるね、変な人にね。あ、そうですね、自分のその、うん、この出るファッションというか、そうそうそう、オーラというか、わかる、なんか避けていくよね。そう、避けていく。多分そう、そういうその筋の人たちって多分カモにしやすい人がわかるんじゃないかな。わかるかな、嗅覚で。そうかもしんない。俺もよくカモにされる。されるんすか。嘘。よほど僕は騙されやすい人だって自分で妻からも言われてるので、気をつけてくださいって。人とはたくさん会うのがいい、うんうんうん、大事ですよ ね、 ですね。でこの人なんかもほら、さっきの話で何してるかわからないし。確かに確かに。なんで自己紹介してるんだよ。そう、自分の肩書き一番先、仕掛け屋、仕掛け屋、仕掛け屋です。肩書きわからんの、喫水の仕掛け屋とか言うなるじゃん、その仕掛け屋っていうのは。仕掛け屋体手屋か仕掛け屋か悩んだんですけど、だからまあ、分かりやすい方に言うとイベント企画してますみたいな。まあまあそうですね、うん、でもそのまま原動力は基本的には自分のやりたいことをやるっていうスタイル。そうですね、うん、まあ、僕も普通の一般家庭のサラリーマン家庭で育ってるから、うんうん、まあ、自分もいつか就職するのかなとか思いながらだったんですけど、うんうんうん、まあ、18、10、だから高校在学中ぐらいからいろんな人に会って、うんうん、もう軽く道を踏み外し、いつか戻れるかなと思ってたら、もう戻れんくなっとった。もう戻れんでしょ。戻れないんだ。僕ももう戻れんかなって、戻りたくないなっていう感じなの、サラリーマンはね。ちょっと辛いもん、勤められんと思って、うん、戻れんくなっちゃった系の人です、ね、うん、なるほどね。そうそうそう、まあ、それでも生きていければそれでいいかなっていう。まあそうそうそう、で、なんかこういう、まあ、今はね、うん、こういうお店やったりとか、ね、宿もやるし、イベントの企画もやるし、やり手の若手経営者なんですよ、いやいやいや、こう見えてやり手って言われ方すごい嫌だよね。やり手じゃないよ。なんかさ、やり手っていう表現は良くないよ。なんかさ、そう、藤野さん、なんか、おい、僕は今度なんかまた新しい会社始めようと思ってるから、うん、藤野さん、やり手ですねって言われると、なんかすごいこう、カチンとくるっていうか、なんか、いや、なんか別にお金儲けしたくてやってんじゃないんだけど、みたいな。なんかやり手っていうと、すごいなんか金儲けしてしちゃう。なるほど、なるほど。聞こえ方がしちゃうんで、うん。そうか、ちょっと表現気をつけないといけないんですね。自分はちょっと褒めるつもり、褒めるっていうか、なんか尊敬のね、やり手の YouTuber、 やり手の YouTuber、 俺は嬉しいよ。俺は嬉しいよ、やり手って言われたら素直だろうみたいな。そう、僕の根源承認欲求ですから。あ、だから僕とも言われて、ボブにもよく言ってるんだけど、僕はもう承認欲求で生きてます。へー、すごいでしょって言われたいんですよ。あ、そうなんだ。あ、違う、すごいねって言われたいんですよ。でも自分からすごいでしょって言うとかっこ悪いんで、こう黙ってこう活動で見せる。だから、YouTube なんかも承認欲求の塊みたいなもんじゃないですか。あ、まあそうだね、自分の生活をさらけ出して、で、いいねとか再生数伸びて登録者増えて、よっしゃみたいな世界なんで。なるほど。逆に承認欲求なかったらできんすよ。確かに。あ、ビジネス YouTuber っていう人もいるけど、ああいう人たちは本当に計算してお金のためにやらなきゃいけないんで、なんか僕はそうじゃないんで、うん、僕はあくまで自分のやってるやり方の農業とか環境のことを話して、
それを聞いてまた見てもらうのが楽しくてしょうがないんで、うんうん、でもあのアンチコメントやられたらめっちゃへこみます。そうだよね、誰もへこむ、そういうのということで、僕は承認欲求できてるんで褒めてください。お願いします。お願いします。いいんだけど全然。そうですか、そう見えないですか。いや、あんな見えないね。見えないね、うんうん、でも結構そうです。だからさっき言ったその竹とも作ったやつもすごいって言われたいから やるみたいな、うん、それがモチベーションなんだね。モチベーション、そう、うんうんうん、だからお金も、お金っていうやっぱそっちですね、うんうんうん、僕のモチベーションはやっぱなんか人の役に立つとそれが気持ちがいいんで、だからその情けは人のためなのっていう言葉の通りだと思って、人のためになるんじゃなくて自分が気持ちよくなりたいから人になんか喜ばれることをするっていうのが僕の活動根本かな、うんうん、それで承認欲求って呼ばないんじゃない。あ、そうなの、わかんないけど。そうかな、承認欲求って言うとなんか、うん、自分人のことは置いといて自分が認められたいみたいな、はいはいはい、聞こえるじゃん。ああ、そうか。ちょっとあの、うん、俺達郎に、はい、あのじゃあ1分間で、うん、あのビーチハウスの宣伝をするっていうやつを、これすごい苦手じゃん、はい、あのもうこの前あのそのテレビもさすげえいい感じのグダグダさで見てほしくないと思うそれ。でもあれ俺あれは達郎のキャラがそのままいい出てていいなと思う。まあまあまあ、まあ、けどなんかあえて、うん、えマジでやるの。えやらないの。いいよビーチハウス。はい、ビーチハウスのお願いします。どうもどうも、ハズフォルニアビーチハウスの、達郎です。そうですね、これはカットかな。ダメだな、グダグダすぎるよちょっと。やっぱできない、やっぱできない、ね、やっぱりグダグダでした。もう何もできない。お客さんが言ってくれてめちゃくちゃ汗かいたよくない。そうそうそう、テレビでもなんでもない。それでいいんだよ。うん、いいと思う。もうバイトの子も、店長も、俺が何もできないってことを分かってくれて働いてくれてるから。俺はゴミを出すこととバイトのシフトを組むことが今の俺のメイン。素晴らしいと思う。だからそれで回るっていうのがもう才能だと思う。今バイト、バイト17人いる。そんなにいるの。そんなにいるの。そんなにいるの。17人で書き出したんですよ。バーッと書き出したら17人おるな。すごいね。だってこの相性、あの履歴書握りしてた女子高生。女子高生来た。羨ましいわ。めちゃくちゃ可愛い。面白いな。もうその勇気と行動力だけでも、ね、即合格に分かる。合格って言って近づいてたの俺。合格って何も聞かずに。そこ見たかったの。面白いな。すごいよだってね。ねえ、だってまだどこでもバイト、どこにもバイトしたことないって言ってたから。本当。いやー、なんか他に行けなくなっちゃうんだよね、なんか最初に。いやいや、そんなことない。そんなことない。けど、いい経験できる。いい経験はできると思う。いい経験できると思うし。いろんな大人が来るだろうしね。そう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 。いい社会経験にはなると思うよ。そう。なんか若、学生、10代の頃とか20代前半だと、ほんといろんな人に触れた方がいいと思います。だから、ね、学校とか会社に行くともう、狭いじゃん。自分のこう、見識がこう狭まっちゃうから。だから、そう、煮詰まったらハズフォルニアビーチハウスに来て、達郎さんのお話でも聞いてみて。あ、連絡だ。普通に喋るには全然喋れるんですよ。全然大丈夫。来てください。時々多分、藤野さんも仕事しとるんでね。はい。はい、YouTube 見ましたって言って。ねえ。あの、平日の、うん、あの、午前中から、今ぐらいのお昼下がりぐらいがやっぱり、そうだよね。サラリーマン来れないよね。あまあ、休んで。休んで。わざわざ。うん。ちょっとプチ小さな旅で、小さな旅でいいと思う。経験した方がいいね。経験は財産だよね。確かに確かに。経験と人脈はなんかどうにでもなるような気がしてくるもんね。もうね、本当にやるしかないってなると、もうなんとかなるもんね。そう、なんとかね、割となる。割とそう、落ち着くとこに落ち着くかなっていう感じはします。うんうん。でもね、まあ、あの、そうね、俺もそのこのビーチハウスオープンして1年ちょっと経つけど、なんか今1年経って何になったかって、やっぱこの地域のこう待ち合わせ場所になってきたって感じするわけよ。うん、まあ、金土日は夜の10時までやってるから、はい、夜こうみんな仕事終わってとか、まあ、休みちょっとぶらっと行きたいとこがあるからって来るじゃん。そうするとあの地元に昔から住んでる人と、うん、まあ、達郎とか僕みたいに移住してきた人間と、まあ、カビもそうだけど、うん、こう混ざって。確かにね、うん、結構インターナショナルだしね、まあ、そうですね、スペイン語飛び交ってるしね、国際結婚した人もいたりするしね、うん、ブラジル人多いね、お客さんね、ポルトガル語か、マジか、なんで、今日なんかは、例えば、うん、夜はその、
1ヶ月間のね、僕らがやってるその古民家改装したあの民泊 Airbnb に1ヶ月間泊まってた、アリゾナから来てる家族が、まあ、1ヶ月間泊まってくれたんでありがとうっていうことで、うん、夜ここでそれバーベキューやるんですけど、そうそう、はいはい、まあ、なんかなんとなくやるって言ったら20人ぐらい来ちゃったみたいなそういうのもなんかいいよね、混ざるって言ってまさに交流人口、交流人口、交流人口の幅が海外まで広がるっていう、うん、そういうスポットがあればね、そういうやっぱエアビとか来れる場所をちゃんと準備してあげれば、だってこの辺さ、夜8時に全ての明かりが落ちるからそうよね、でもそれでもできないんよ、JA なんか7時に閉まるからね、ほんとにご飯買いに行けないっていう行く店がないからここに待ち合わせになる、そうそうそう、あ、それいいですね、あの分散しちゃうとね、あの、あれだけど1箇所しかなかったら集まってきてね、うん、え、もっと増やしたいんだよね、いや、もっと増やしたい、もっといっぱいあったし、俺たちもだって他の人の店行きたいもん、確かに確かにですね、だからまあ移住とか考えてる人は結構ハズフォルにはおすすめですよね、面白い、うん、面白いよ、うん、家賃安いしね、うん、家賃もや、まあそうだね、まあ、けど西尾市内一番安いんじゃない、ここ、ね、まあ、西尾市内で考えたらね、うん、けど県またいだらもう全然、あ、そっか、うん、もっとだって1万円、2万円とか全然ある、そうだね、うん、そこまで安くない、あ、そこから見る、でもそこまでかそってないってのは、そう、そこまでかそってない、もういざサラリーマンしようと思ったら勤め先別にあるし、勤め先はいくらでもある、そうそうそう、うん、あ、プチ移住にはすごくちょうどいいね、ちょうどいいと思う、程よい田舎、そう、程よい田舎を襲ってしなかった、確か、そう、程よい田舎、そう、程よい田舎なんですよ、いや、今度漁師 YouTuber も始めるっていうね、あ、あの、実はチャンネル4つぐらいやってて、あ、そうなの、うん、あの、釣りチャンネルある、あるんだもん、ありましたよ、すごい、いろいろやってます、すげえ、こんな感じでお後がよろしいよ、この辺で終わりましょうか、ね、はい、はい、ありがとうございました、今日なんかすげえ長くなったけど、多分ね、見てくれた方は面白いと思う、はい、面白いかなと思うんでね、よかったらシェアしてみてください、はい、はい、ありがとうございました、ありがとう、お疲れしたこんな感じで大丈夫だった、全然ビーチハウスの紹介、海の方映してなかったこれ、あのビーチハウスの目の前がね、もう寺部海水浴場っていう海です、横断歩道を渡ってはい、あそこにあるのが浮島ですね。で、なんだ、あ、よくあの辺で釣り物できたしたりできて、で、カヤックなんかでね、あっち梶島っていう島があったりとか、あっち側に前島後島だったかな、忘れましたけど。夏場はね、この隣の駐車場が有料駐車場は800円かな1回になります。7月から8月の2ヶ月間かな。それ以外はね、基本無料だったと思います。確かね。まあ、詳しくは調べてみてください。よかったら遊びに来てね、ハズフォルニア。こうインスタ映えスポット最近書いて、書かれたという、これね。これちょっと写真撮ろうかな。